広島東洋カープ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりと手探りだ。打ちました、流しました、ヒットになった。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー、さあ一塁には先制のランナー、バッターは牧原。まあここは送った方がいいと思いますけどね。なるほど、そうですか。まあ肩が強いキャッチャーですから、ここは走りにくいでしょうね。ああそうですね、いいまっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り、打ちました、取った、二塁は無理、一塁送球アウト、ワンアウトです。さあそして打席には柳町が入っています。さあワンアウトになりましたが、一打先制のチャンス。まあやはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。初球空振りです、ファウルになります。ノーボールツーストライクです。引っ張った、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト、これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには柳田が入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。引っ張った、ファーストの横抜けました、サードランナーホームイン。ファウルになります。インサイド落ちました、これもファウル。バットに当たりません、三振、スリーアウト、チェンジ。さあこれからホークスが守備につきます。松井が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ、まず何を投げてくるか。インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている野村。杉山、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。スピードボールを持っています。インコース、これは外れます、ボール先行です。次が3球目、ボールです、ストライクは入りません。打ちました、サード取った、一塁送球、ツーアウトになりました。3番バッター柳田、ツーアウトランナーありません。初球わずかに外れてボール、スピードボールを持っています。インサイド打ち上げました、打球はセンターへ、ここはフライになっています。2回表に入ります。ホークスの攻撃、バッターは6番中村。ホークス1点リードで迎える最終回です。切れていきます、ファウル。インサイド落ちました、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番に入っている甲斐、大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか、初球ボール、中への変化球外れました、ボール先行です。3球目は何で来るか、3球目打ちました、野村が掴んでツーアウト。打順は8番今宮、ツーアウトになっています。初球空振りです、これが2球目。インサイド落ちました、ピッチャーが取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。カープ最後の攻撃になります。バッターは鈴木、ホークス1点リードで迎える最終回です。打ちました、杉山、アウト、ワンアウト。バッターボックスは5番高橋。杉山、まずは先頭バッターを打ち取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。インサイド落ちました、強い打球、わずかに右に切りました、ファールボール。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。これが4球目、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、そのままスタンド。ピッチャーが変わります。右バッターが続く。いい当たり、大きな当たりが外野を襲っている。
レフトフライ抑えてアウト。バッターは7番に入っているズレータ。ツーアウトになっています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。インハイ決まっています。あっという間にツーストライクです。変化球わずかに外れました。さあ4球目は何か。外れてますか。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。はい、ストレートわずかに外れて変化球空振り。スリーアウトチェンジ。3回の表ホークスの攻撃。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは上林。ホークス同点で迎える最後の攻撃です。初球打ち、ホームに送球する、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には三森が入っています。いいところで回ってきましたね。さあなおのチャンスで満塁の局面。まあここはつなぎましたから、なんとか勝ち越してしまいたいですね。なるほど。インサイド打った、取った、一塁や一塁。西さん、ここはスクイズはありますか。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど。さあどう来るか。さあまず1球目、ファウルボールです。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。インサイド打った、ピッチャー取った、一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。バッターは3番柳町。ホークスこの回1点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か。インサイド打った、掴んだ、そのまま一塁に入ってスリーアウト。カープ最後の攻撃になります。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の宮崎。ホークス1点リードで迎える最終回です。内から入りました。できればゴロを打たせたいんで引き寄せみたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。決まった、打った、そのまま二塁に入ってアウト。一塁送球はどうか、アウト、ダブルプレイ。さあそしてバッターボックスには甲斐が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあこの回で追いつかれるわけにはいきませんから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですね。バッターボックスには代打の森。小宮山さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけれどもね。まあそうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていく。このピンチ空振り三振に切って取りました。試合終了。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。